朝鮮様式の家屋が立ち並ぶ、海上支給市街観光地化が進む、全州市の観屋村観屋は、伝統的な朝鮮の建築様式を使用した家屋の大韓民国での呼び名である。これに対して、現代の様式で建てられた家はようやとも呼ばれる。山を背にして、前は水と向き合うように南向きで建てるという、風水の瀬山林水の原則が守られるのが通常であるが、 建て主の余柱水名や職業、持病などにより、建築家が任意に調整することもある。また風の通り道や水の位置、山と平野との距離や方向、すなわち、風水地理の理論に基づき、家の目的と居住者の成功により、配置がアレンジされて建てられることもある。寒い冬は温度で床を温めて過ごし、夏は板の間で涼しく過ごすことができる。 朝鮮の伝統的な建築様式は、いくつかの王朝の時代を経て変遷してきており、現在最も好まれるのは、李氏朝鮮の様式が主であり、部分的に統一白木時代の様式によることもある。漢奥という言葉の書出は1907年に書かれた文書で、ソウルの厚紙疑問から、土川在学堂に至る程度道切る周辺を記録した、略図にこの語が書かれている。当時は、重華や、 大宅などのような用語が俗に使われており、漢屋という単語は特殊な状況で新たに登場した建築物を指す用語といった脈絡で用いられている。日本統治時代には住宅の改良が論議されつつ、住家という一般的名称が用いられたが、日本の文化住宅などと区別して、朝鮮住宅などの表現が用いられた。韓国で漢屋という単語が辞書に載ったのは、 1975年編纂の韓国語辞典である。1970年代半ば以後、一般的に韓国そのものは、団地系住宅やアパートなどに押され、徐々に退庁したものの、朝鮮の伝統的な建築物を指す名称としての韓屋は公式に通用し始めた。抗義の韓屋は草吹き、板吹き、瓦吹きなど朝鮮の伝統建築物を包括するが、 韓国でも大衆的な意味での監獄は、瓦吹きの家だけを示すようになった。儒教の影響で男性用の部屋と女性用の部屋が分かれており、異性の部屋には入れない。部屋を床から分類すると、土間、丸、温度床の3種類がある。玄関はなく、各部屋には、庭から直接または縁側から通じている。2010年。 大韓民国の歴史的存落が会と領土として漢屋が残る集落が世界遺産に登録された。漢屋は民家としてのみならず、キリスト教の教会などにも転用され文化財にも指定されており、世界遺産を目指す運動もある。2000年代以降、伝統回帰と民族意識の高まりから新築家屋に鉄骨やコンクリートを用いて漢屋風に建てる事例が増え、 北蟹山のふもとに宅地造成されたオン・タイラ屋村はニュータウンが丸ごと観屋で構成されオン・タイラ歴史館屋博物館も併設されている観屋整備には補助金も出ることにもなったさらに国際全センターのようなビル建築に外観デザインを取り入れたトラディショナルサクセションアーキテクチャも見られる観屋を観光資源として飲食店や 土産物店に改装する例が増えており、公衆観屋村のように観光開発のために観屋集落を新たに造成する例もある。北朝鮮においても観屋を活用した海上民族ホテルなどが整備されている。ありがとうございます。